ベージュゴールドみたいな、綺麗。皆さんこんにちは、チェヒダカです。今日の動画はこちら。はい、こちらですね、ドラッグストアがメインの新商品たちでございます。これらを使いましてこのルック仕上げてみました。大注目ですよ。アイブロウの王様、女王様ケイトからこんな感じでね、自分でカスタマイズできるパレットが出たの。それとね、グリッターが入っている眉作れるパウダーも出たんですよ。グリッター、眉毛にグリッターっていう風に思うかもしれないんだけれども、予想のね、斜め上行ったね。これはね、可愛いです。それからエレクトリックショックアイズ、このシリーズの今回のこのカラーはむちゃくちゃ秀逸です。本当に素晴らしいと思います。その他もろもろ使いましたので、気になる方はぜひぜひ最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは下地からいこうと思います。これはちょっとね、しばらく使ってみてるんですけれども、いいんですよね。はい、カバーマークのトリートメントデイクリーム、こちらは SPF50 プラスの PA4 プラスある、日中用クリームにもなるし日焼け止めにもなるっていうクリームでございます。これはね、視聴者さんからいただいたものなんだけれども、ちょっとまず半眼つけるね。こんな感じでスーッと伸びて、ほんとね、保湿クリームっていう感覚がすごい近いと思う。で、特に日焼け止め臭とかもないし、むちゃくちゃトーンアップしたりとかするわけではないんだけれども、程よいツヤ感と、なんだろうな、光で飛ぶのかな、なんかちょっと毛穴もね、つるんとしてくれるような効果を感じております。はい、半眼つけてみるとこんな感じです。つけてない方、つけた方ね、チュルッといい感じでしょ。一番感じるのは保湿感かな。本当にまさにトリートメントっていう感じで、1日これをつけてお化粧を取る時にもまだうるっとしてくれているような、かなりね、保湿感高いクリーム、日焼け止め下地だと思います。感覚としてはコスデコのクリームにも近いのかなという感覚なんだよね。これは久々って言ったらあれだけど、カバーマークからの商品で、あ、良いかもっていう風に思ったアイテム、試してみて。そしたら次はファンデーション行こうと思います。ファンデーションは特に新しいものはないんだけれども、このパフ使ってみたかったんだよね。こちらはビューラーとかで有名な貝印から発売されているファンデーションが染み込みにくいパフっていうパフです。これ結構ね、ネットでバズってるのを見かけて、売り切れになってるところもあるみたいなんだけど、うちの近くの松木用では普通に置いてありましたね。だからまだ全然購入できるのかなって思っています。ちょっと開けてみると、こんな感じの四角だよね、ほぼほぼ四角のパフが入ってます。こっちはね、すごく柔らかいスポンジというか、なんだろう、ウレタンに近いような、ちょっと目が粗く感じるような接地面と、こっちがなんか、なんだろう、合皮みたいになっていて、で、ここにハンドルがついております。便利な携帯パフケースもついているので、持ち歩きにもいいかなって思ってます。私は個人的にそこまで気にならないんだけれども、このね、パフにファンデーションが染み込んでしまって、なんかいつも使う量がね、多くなってしまうとか、ちょっともったいなく感じるっていう方にはいいのかなっていうふうに思っております。じゃあ、今日は、このね、NARS のライトリフレクティングファンデーション、ちょっとね、ゆるっとしたタイプなので、これを使ってみようかなと思います。これ正確にお伝えするの難しいかなと思うんだけど、ちょっとね、自分のいつもの肌の感覚でお伝えしようと思います。あー、
吐き出すね、あのねいつも使っているビューティーブレンダー系のこういう川北さんのスポンジとかと違って、吐き出すねちょっと待ってね、今ハンガーつけてみます。はい、ハンガー塗布してみるとこんな感じです。つけてない方、つけた方、うん、あのね、今本当にねちょこっとしかつけなかったんだけど、あのね、この肌でもわかるね、こう一旦ここに吸い込まれるじゃない、で次のタッチが肌にある時によりなんかウェットな感じで、またそのねここに染み込んだものが戻ってくる感覚があるね。だからといって完全に弾いてるかっていうとそういうわけではなくて、ある程度やっぱり吸い込んでくれるから、あのムラなくすごく綺麗に塗布することもできると思う。じゃあもうハンガーも、あーや、うん、違うね。今ここ、この頬のあたりを叩いていて分かったんだけど、うん、圧倒的にパフェの持っていかれ方っていうのが違うわ。はい、全顔塗布してみるとこんな感じです。綺麗だね。このファンデーションだと私いつもね、あのワンポンプは使い切るかなっていう風に思うんだよね、あのブラシとかこういうビューティーブレンダー系を使うと。ただ今ね結構ここに手の甲にもまだ残っているので、あ、これは思ったよりも優秀かもしれない。じゃあ次、ちょっとね目周りコンシーラー使っていこうと思います。コンシーラーはこれ、インテグレートから新しいコンシーラーが発売されていました。メルティフィットコンシーラーです。イエローベージュとオレンジベージュの2色のコンシーラーが入っていて、ニキビ跡、クマ、色ムラなどを簡単カバーし、一日中崩れず続く様々な肌悩みに対応できるパレットコンシーラーということでございます。サイズ感はこんな感じになっていて2色入ってますね。ほうほうほう。ではちょっとまずこのオレンジ系のコンシーラーをちょっと指で感じてみます。お、クリーミー。ほう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 。でもなんかつるっとしてるからカバー力あるのかな。あ、結構ついてますね。ちょっとこのまずシミのゾーンを攻めてみようかな。ほう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 。ちょっとこのクマのところ、こんな感じでオレンジでちょっとカモフラージュしましたら、上のちょっとこの肌色に近いようなイエローを重ねていってみます。はい、結構ね広範囲つけてみたんだけどもいかがでしょうか。つけてない方、つけた方、あのカバー力は正直ミディアムぐらいまでかなとは思いつつ、わかる？結構さツヤっとした感じで厚塗り感が全く出ないのがいいところかなと思います。うん、ただシミとかをがっつり隠したいっていう方にはちょっと違うのかな、このコンシーラーは。うん、このコンシーラーはあくまでもカモフラージュっていう感覚が近いかもしれない。じゃあモハンガンもつけてみます。ちなみにね、こういう細部とかは筆でつけてあげても綺麗につけられると思うんだけど、このコンシーラーは指塗りがね推奨というか、指塗り簡単コンシーラーっていうのがテーマになっているみたいなので、今日は全部指でいってみたいと思います。このオレンジのカラー絶妙だな。2色ともそうなんだけど、私のこのスキントーンだと肌からちょっとがっつり浮いて、なんだろう、馴染ませるのが一生かかりそうとかたまにねそういうコンシーラーもあるんだけど、それがね全くないですね。なのでこんな感じで結構シミがね広範囲で気になるところにふわっとつけてあげて、この範囲だけあのカバー力をちょっとだけ持たせたいっていう方にはいいのかもしれない。ちょっとこれ1日つけてみて持ちとかを確認してみたいと思います。うん、でもファーストインプレッションはすごくいいですね。とろけて密着カバーって書いてるんだけど、まさに
そんな感じ。テクスチャーがすごくいい。はい、そしたらアイブロウいきたいと思います。アイブロウ結構なんかドサドサケイトから発売されましたね。はい、ケイトのデザイニングアイブロウ 3D のシリーズからグリッターっていうものが出ました。カラーが GL の1番グリブラウングリッター系、GL の2番ピンクグリッター系っていう、今回はこんな感じでレフィル状のものが発売されていて、これを別売りの、私はねデザイニングアイブロウ 3D 用マルチケースっていう、あの3色かな入るパレットを購入してみたんだけれども、こちらにはめ込んで使ってくださいっていうものですね。こういうさギュッとできるパレットって大好き。なんかアイシャドウだと G パレットみたいな感覚いいよね。小スペースにもなるしさ、これはありがたい。でレフィル出してみるとまさにこんな感じで、中身だけだよね。でこんな感じでのりがついているので、一回出してここに入れたら、まあ、取り出せないわけじゃないけれどもベタっとはするよっていう感じだね。はい、こんな感じで入れていきます。はい、はまったよはい、こんな感じで入れてみました。こちらはね今回購入したGL のブラウン系、そしてピンク系、そしてここはこの間ねあのレビューしたんだけれども、デザイニングアイブロウ 3D のデュアルカラーの EX の5番、ちょっとパープル系クールトーン系のカラーをここに入れてみました。こんな感じで2列になってるんだけど、ここにぴったりはまるよ。気持ちいいな。はい、つけてみます。まずはこの GL1 番、ブラウングリッター系つけてってみようと思います。このカラーからいくのかな。このカラーをブラシに取りまして、ちょっとこの真ん中の下のあたりからグラデーションにしていきます。お、すごい、結構グリッターわかるぞこれ。はー、なるほど、これは好き嫌い分かれますね。私の世代は結構眉毛にグリッターなんてっていう方多いと思うので、眉の中がギラギラしてるなんてありえないっていう方には全然響かないプロダクトだと思うんですけど、テクスチャーはすごいいいですね。ほう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 、へー。じゃあちょっとダークなカラーで眉尻を締めて、ライトなカラーでちょっと眉頭をブレンドしていきます。はい、半分仕上げてみるとこんな感じです。わかる？眉の中のチラチラはわかりますか？ほー、でもね思っていたよりもなんか、うん、上品、いけるかも。ほー、なんかね、あのシマ感があるもので眉を仕上げると本当に、なんだろう、地肌が見える感じで、ツヤンピカっていうような光り方すると思うんだけど、これはグリッターなので、こう地肌、肌が光ってるというよりはキラキラした物体が見えるっていう感覚なので、ちょっとね違うかもね。ほう、新しい。これはではでは、ピンクの方も行ってみます。このケースにね見やすいミラーがついてるのは、これポイント高いですよね。うわ、ピンクの方がシルバーのグリッターがすごい見えるかも。ほうほうほう、まずピンクだけで仕上げるとこんな感じ。結構ピンク感出るね。じゃあちょっと締めてブレンドしていきます。ほー、はい、仕上げてみるとこんな感じです。こちらが GL1 番、そしてこちらが GL の2番。いかがでしょうか？皆さんはどっちが好きですか？結構ね馴染みやすいカラーで、そんなにピンクも浮いて見えないから使いやすいよ。やっぱりアイブロウパウダー系と強いなっていうのを久々使ってまた思いましたね。うん、使
使いやすい。結構自分でも購入する前、これはレビューするけどあんまり使わないんだろうなっていう風に思っていたアイブロウパウダーなんだけど、これ使うわ。かわいい。やっぱりこうコスメも進化してるし、感覚も変わってきてるんだなって思います。あ、いいですね、いいですね。うん、テクスチャーも毛糸クオリティだし、カラーも綺麗だし、いいです。何よりこのはめ込み式、このパレット本当に素晴らしいと思います。はい、そしたらアイシャドウ行こうと思います。アイシャドウはこちら、ケイトのエレクトリックショックアイズのシリーズから。これね、大好きです。 BR3 番っていう、これね、ブラウン系だよね。すごく使いやすそうな、ちょっと黄みが強いようなブラウンと、 RD1 番っていう赤というよりはちょっと毎日に使いやすいようなカラーと、ちょっとモーブ感があるのかな、そんな感じのセットが発売されていました。こちらは2つの質感で花火がクラッシュするような鋭い輝き、大粒ラメもしっかり密着、頬や鼻筋のハイライトにも使えるっていう、結構ね、あのプニッとしたしっとり系のアイシャドウでございます。強く押すとちょっとへこんでしまうような、そんな感じでは。どうしようかな、うん、あのまずは無難にこのカラーを指に取りまして、アイホール全体に塗布してきます。わー、発色素晴らしい。お、綺麗。このブラウンめちゃくちゃ綺麗。そしたらちょっとブラシにこのブラウンを取りまして、下まぶたにも塗布していきます。お、最高。すごい綺麗じゃない。そしたらこのね、結構大粒のグリッターなんだけど、輝きを足していきたいと思います。中央につけた方が分かりやすいかな。わー、綺麗。え、多色なんだろう、シルバーのグリッターのはずなんだけど、なんだろうな、ちょっと青みとかにも感じるような、すごい綺麗な輝き。はあ、まずは BR の3番つけてみるとこんな感じです。むちゃくちゃ綺麗よ。2色だけで仕上げたとは思えない、すごい綺麗。そしたら反対側 RD の1番で仕上げていきます。おお。はい、まずこのカラーだけつけてみたんだけど、綺麗じゃない、すごい綺麗な、やっぱりモーブカラーだね。レッドというよりも秋冬も可愛いんじゃないかな。今はちょっとね、バランス取るためにこれぐらいの濃さにしてるんだけど、重ねるともうちょっと濃くしていくこともできるし、いいですね。じゃあちょっとこのグリッターでアイホールのこの部分、わ、綺麗なグリッター。これはちょっとゴールド、ベージュゴールドみたいな、綺麗。いや、今回のこれやばいね。はい、仕上げてみるとこんな感じです。 BR1 番、 RD1 番、皆さんはどちらが好きですか？どちらも使いやすい。すごい、めちゃくちゃ簡単に、なんかちょっと手の込んだ感じのルックができるよ。わー、はい、アイブロウマスカラとマスカラとチークを仕上げて戻ってきました。そしたら最後リップなんだけど、これね、今日のこのアイルックに合うかどうかわからないんだけれども、大好きなオンリーミネラルのミネラルルージュシリーズから、ミネラルエアリールージュっていうのが発売されていて、その中でも05番のカルサイトっていうカラーがめちゃくちゃ可愛かったので、ちょっと購入してみました。見て、黄みの強いマスタードオレンジっていう感じなんだけど、つけてみます。はい、つけてみるとこんな感じです。むちゃくちゃ可愛いから、個人的に、まあこれはね、好き嫌い分かれると思うんだけど、私はね、好きですね。思ったよりも黄色の発色強め、可愛い。仕上がりがね、このシリーズは
マットな仕上がりなんだね。ミネラルルージュはもうちょっとなんかツヤっとした感じに仕上がっていたと思うんだけど、私の記憶が確かならば、ちょっとマット感が、あの極マットではないんだけど、そんな気がする。違うかな。でもあの居心地悪いようなマットじゃないですよ。はあ、かわいい。でもやっぱりちょっともうちょっと赤みが欲しいな。ちょっとじゃあこの RMK のアラモアナモーブを上に足して、ちょっと深み出します。あ、いいですね、いいですね。はい、仕上がりはこんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。めちゃくちゃ可愛いね。いや、ケイト進化してってるな。毎回進化してってるよね。可愛い。あ、可愛い。今日の一押しですよね。はあ、なんで私はこう一つだけラブっていう難題を自分に課してしまってるんでしょうか。こちら選びます。ケイトのエレクトリックショックアイズの RD1番。これから夏ももちろん可愛いと思うし、秋冬にも使えるような、すごくねこっくりもしてるんだけれども、このグリッターをつけてあげることによってちょっと軽やかさと、なんだろうな、ポップで遊び心がある感じにも仕上がるアイシャドウで、両方買ってもいいと思うんだけど、一個に絞るんだったらこっちかな。ちょっとユニークな感じのカラーが2色だけで再現できるのは本当にすごいと思う。今回のこのカラーストーリーは素晴らしいです。はい、これ買ってみてあったらむちゃくちゃいいと思います。はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画も何か皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。